三角山放送局。土曜日の午前10時です。結構暖かいですね。でも日によってやっぱり気温の差があるので体に気をつけて過ごしましょう。それでは11時までの1時間タレント宿のシメックスお付き合いください。番組のご意見ご感想をお持ちしています。 XQTwitter ですね、ハッシュタグの後に漢字で三角山放送局とつけて書いていただけると分かります。よろしくお願いいたします。三角山放送局 YouTube チャンネルで放送の音声などを公開しています。いろいろな音源を聞くことができます。この番組の音源も公開していますのでぜひチャンネル登録してください。で最初の映画ですね、ミッシング、吉田圭介監督脚本です。吉田監督、塚本慎也監督の、作品制作に参加して、照明を担当しました。で2006年に生夏で、監督デビューして、この作品2006年の夕張国際ファンタスティック映画祭のファンタスティックオフィシアターコンペティション部門、ここでグランプリを獲得しています。2008年6月には小説の純喫茶磯部、これを発表して、自ら映画化もしています。今回の新作のミッシングですけども、突然失踪した幼い娘を探す、家族とその姿を追う、 こうメディアの動きを描いています。でこう事件に向き合う人々 の、 この内面ですね、ここにスポットを当てて描くという、まあ、人間ドラマです。市原さとみが、母親の沙織役演じています。市原さとみは2022年に、出産して母親になって、まあ、この、映画がですね、出産後初めての、まあ、映画撮影ということで、市原さとみはですね、この吉田監督と一緒に仕事がしたいというふうに、直談判したということを言ってますけども、それから6年、それが実現しました。石原さとみの演技見てるとね、やっぱり吉田監督のこう熱い思いとか、作品にかける意気込みっていうものが伝わってきます。でやっぱり実際に子供を持ったという体験がね、この演技に出てるんですよね。だからミッシングっていう作品はある意味偶然も手伝った、そして誕生した作品と言えます。で石原さとみとともに、弟役で、出演していた森優作の名演技にも驚きました。子供が失踪する直前まで一緒にいた、あるいはなんか挙動が不審なんでこう誘拐犯というふうに疑われるんですよね。 でも彼はですね、投げやりな態度でなんかおどおどした姿ということで、その辺の演技は見事です。で一方ですね、その多面的なこう繊細な性格もしっかりと描かれている。でミッシングの構想はですね、実は、前々作の空白、このクランクアップの日に思いついたということですけども、当時はですね、沙織のこの弟が主人公の物語だったんです。だから弟描き方がですね、やっぱり奥行きがあるんですね。で事件があって有力な手がかりがないまま3ヶ月が経って世間の関心が移っていく中で、地元テレビ局の記者の、砂田だけはこの取材を続けている。でやっぱり家族に誠実に向き合うっていう、そういう姿勢で、まあ、番組作りを進めているんですけども、この砂田をですね、中村智也が、手堅く演じています。でもやっぱりこの失踪事件があった時にですね、この沙織がこうアイドルのライブに行ってたっていうことが分かっちゃったり、あるいは弟の、証言が、嘘だったってことが分かってくるってことで、世間の目が冷たくなってきます。でテレビ局の上層部はこう視聴率を上げるために、世間の関心を煽るような、方向に持っていこうということで指示されます。でその中でこの記者の砂田の葛藤ですとか、あるいは周りの同僚たちの振る舞い、テレビ局内のですね、このやり取りがですね、かなり踏み込んだ形で描かれています。で新聞記者、あるいは月、こういう社会派の作品を手掛けてきた映画制作会社のスターサンズ、
が深く関わっていることもこの作品に大きい影響を受けてるんですけど、脚本を読んだスターサンズの2022年に亡くなったプロデューサー川村光信さんがですね、この失踪事件それから登場人物という中で、その取材する側のマスコミの存在というものをより膨らませようというふうに提案しています。映画はハッピーエンドに終わるわけじゃないんですよ。だけども沙織が他の子供たちを見守る地域活動を始めるっていうところで、なんかかすかな希望の光が差している、そんな感じですね。で、さまざまな要素が絡み合って、こう登場人物がとっても丁寧に描かれているので、なんか見終わった後結構 手応えが残ります。次、アニメデッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、こういうの交渉、あの前哨に続く交渉ですね、これコミックが完結した時に2部作で劇場公開するということで、今回3月の前哨に続いて5月に、交渉が劇場公開されたということですね。まあアニメーションディレクターがですね、黒川俊之監督、それから脚本ですね、シリーズ構成が、バイオレットエヴァーガーデンの吉田玲子さん、それからアニメ制作が、プロダクションプラス H が担当します。で、原作を生かしながらやっぱりアニメの表現がですね、とても、いろいろ試みられているということです。カロゼとオンタン、この2人、それから仲良しグループですね、皆さんがですね揃って同じ大学に合格します。で、新しい友達もできて、オカルト研究会にも入って、とっても賑やかな青春ドラマが続きます。で、一方宇宙人が、東京各地で目撃されて、自衛隊が無抵抗の宇宙人たちを容赦なく、まあ、殺し続けているというそういう日常があります。で、破局に向かってカウントダウンが進んでいくんですが、やっぱりこの緊張感緊迫感がありますよね。ただ東京のこう壊滅のシーンがですね、やっぱりちょっとあっさりしたような感じがしてて、もっと時間をかけてもいいんじゃないかなというふうに思いますし、実は作画についてもですね、なんかこう前章よりも質が上がったふうに思えませんね。普通二部作の場合こう後の方が結構質が上がるんですけど、なんかちょっとそれがちょっと残念ですね。で、原作と実は違うオリジナルのラストがあるんですよ。で、これも私自身はやっぱりなんか支持できない感じがしますね。浅い感じがする救いなんですよ。だから人類絶滅っていう触れ込みで伝承から続いていくんですけど、それがなんか肩透かしを食らうっていう感じで、だから原作っていうのはですね、暗いように見えてやっぱり切ない中にその希望があったんですよね。そういう描き方してたんですけど、今回は絶望を回避するためになんかこう底が浅くなったっていう感じがします。ただ今この時期にね、この作品がこうアニメ化された公開されたってことの意味はすごく大きくて、やっぱり社会の状況なんかがあると非常に切迫感というか切実感がありますよね。で、もう一つこの門出役の生田リラと、それから温炭役のアノのこの二人のその会話劇っていうか日常会話、何とも言えない楽しさがあって、それがこのアニメをですね、とっても魅力的にしてます。だから、まあ、様々な要素があるんですけど、その中で、今この作品が公開された意味っていうのは、なんかとっても大きいかなっていうふうに思いながら見ていました。では、ここで一曲ですね。デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクション。この交渉の、主題歌です。青春桜花。これは生田リラが作詞作曲をして、で、アノが参加しているというそういう曲ですね。それでは、青春桜花お聴きください。
三角山放送局。次、ありふれた教室、ドイツのイルケル、チャタク監督、長編の第4作目ですね、日本での劇場での一般公開は初めてだと思いますね、日本で公開されたのはやっぱり第96回のアカデミー、国際、長編映画賞にこうノミネートされたところが大きいですね。で舞台は、15歳までの生徒が通っている中学校、主人公が新任教師のカーラです。でポーランド系のドイツ人の彼女がですね、まあ、この生徒たちとの交流を、優先しながら精力的に、まあ、授業をしてるんですね。で学校内で実は盗難事件が相次ぎます。で犯人探しで学校側の、子供たちに対する対応がですねちょっと批判的な気持ちがあった彼女がですね、独自にこう自分の財布を入れた上着を、椅子にかけてでノートパソコンのカメラをオンにしてで席を立って、記録するっていうことをやったんですね。そうすると思いもかけないような映像が、記録されていてで小さな事件がですね予想もつかないような方向に進んでいって、数日間で学校の秩序が崩壊するっていう展開です。あの実はこのシャチャク監督トルコ系移民の子供で、ベルリンに生まれたんですけど今回、教育の、様々な分野の方々たちとリサーチを重ねて自分の子供時代の実体験も織り交ぜながらこのオリジナルの脚本をまとめたということでこの学校という場をですね現代社会の縮図というふうに続けています。だから、結構生々しいんですよ。であの学校の方針この学校の方式はですね実はあのゼロトレランス方式不寛容方式っていうんです。これはあの1990年代にアメリカので、広まった教育方針なんですけどアメリカであの1970年代ぐらいからですね学校が荒れて銃の持ち込みとか発砲事件とかなんかこう飲酒暴力とか、すごい諸問題が深刻化した時にその対策としてこのゼロトレランスっていう方式が採用されました。校内での行動をに関する詳しい罰則をまず決めておくんですよ。で違反した場合は速やかに例外なく罰する、でひどくあの遅刻とか無断欠席とか宿題をしなかったなんかも罰せないんですね。でこれ1994年にですねアメリカの連邦議会が各州に、導入するように、義務付けて1997年にビル・クリントンが全米に導入を呼びかけてこう一気に広まったんです。ただこの方式過剰に適用されて、問題になりました。2001年にカリフォルニア州で発生したダークポエトリー事件というのは15歳の少年がですね学校に銃を持っていくっていう内容の詩を書いただけで、100日間の自宅禁止処分になったとか2007年に非常に貧困法制な10歳の小学生が家からそうステーキナイフを持ってきてお昼に食べ物をこう切り分けていたら、学校への武器持ち込みということで逮捕されて、児童観察施設に送られたとかっていうそういう、ことがありました。でこのアイフェザー教室の事件も実はこの人権を無視した子どもたちをこうもう泥棒扱いするという学校側のこの方針がね背景にあるんですけど、まあ、悪夢のような展開なんですが日本でも起こり得る事件です。ただやっぱりドイツのこうその様々な国との関係とか歴史的な背景があってこの問題がとってもリアルな感じになってますね。だからあのなんかこのカーラこう実は孤立無援に追い込まれるんですけどこのカーラ役のですねレオニー・ベネッシュ彼女の演技がとっても迫力がありました。次マッドマックスフェリオサですね、2015年公開のこうジョージ・ミラー監督のマッドマックス怒りのデスロードこれの前日談です、女性選手のフェリオサの幼い頃というか、まあ、若い時の物語ですね。実は私あのこの怒りのデスロード2015年の、洋画ベストワンにしてます。1位ですね。本当に細かいところまでですねこのこだわり抜いたアート性ですとか
もう想像を超えるような派手なアクションですとか、妥協を許さないバイオレンス、あるいは濃厚な人間ドラマっていう、さまざまな要素がですね詰まっている、そういう傑作なんですけど、まあそれからなんとね、もう9年も経ったんですよね。で当時実はこのフィリオソは異界のデスロードと一緒に公開しようということでアニメ映画として企画されてたんですよ。でアニメ映画として実現したかった、で実写になったんですけど、実はアニメ化の中で、前田真宏がですねデザインしたキャラクターのイメージとか熊のぬいぐるみなんかがね、こう実写の中でも引き継がれているということで、なんかちょっといろんな思いがあったんですけど、まあこの舞台、怒りのデスロードというか前ですから、世界の崩壊から45年経った時、少女フィリオソがですね、ディメンタス将軍の率いるバイカー軍団ですね、にさらわれて、でそれを追いかけてきた母親が殺されるんですよ。でフィリオソはこのディメンタス将軍への復讐心に燃えて、あるいは故郷に帰りたいという思いで、時間をかけてこう能力を高めていく、今回はですねマッドマックスというこの壮大な世界観とか、個性的なこのバイクとかマシンね、このこだわりがすごいんですけど、すごくいろんなアクションシーンがですね考え抜かれているんですよ。でいろんなアイデアが詰まっていて、カメラワークもすごい、何度見ても楽しめるんです。でただ中盤ねフェリオさんがこう力を貯めていく時間が長いんで、その点だけがちょっと残念ですけども、で実はね少女フィリオサを演じているのがオーストラリア出身の、アイダ・ブラウンなんです。でジョージ・ミラー監督 その前の作品のアルビアン・ナイト3000年の、ね、願いっていう作品に出演してて、この彼女を見た監督がですねこのフィリオサ役に抜擢したんですけど、成長したフィリオサのこのアニャ・テイラー・ジョイ、彼女にあまりにも似ているので、感心して見てみたら実際はあんまり似てないんですよ。これ人工知能を活用して CG で顔を変えてるんですね、だから彼女アイラ・ブラウンはですねチャプター1からチャプター3まで出てるんですけど、監督はですね冒頭は 35%テイラー・ジョイに似せてて、最後の方はもう 80% に似せたっていうふうに言ってですね、でその方が演じるこの俳優が変わるときに移行がスムーズにいく、シームレスに、演出したかったっていうふうに話してるんですけど、この主人公っていうか主演の俳優の顔を大幅に CG 加工するって声がですねやっぱり多分大きな意見が分かれるところだと思います。詐欺だっていうふうに怒る人がいると思いますよ。でこれからの映画制作にとってなんか大きな影響があるようなそんな気がします。で実はこのジョージ・ミラー監督マッドマックス怒りのデスロードでこうイモータン・ジョーですね演じてた、実はヒュー・キース・バーンがですね2020年に亡くなっちゃうんですよ。だから同じように顔を変えようというふうに思ってたんですね。監督自身がですねこの、ヒュー・キース・バーンにをすごく尊敬してたんです。で出演者に、ヒュー・キース・バーンの顔をかぶせてねディープフェイスフェイクですね、にして、映画を作ろうと思ったんですけど、その条約に立候補した、ラッキー・ヒュームがですね監督にその自分ならディープフェイクを使わなくてもできるよっていうふうに言って、で監督も試しにやってみたらこう見事に変身してたんで、ディープフェイクを使うのをやめましたっていうふうに、話してます。本当にラッキー・ヒューム若き妹誕生を違和感なく、演じてましたね。で、まあそういうお話があります。でそれから実はこの作品の最後に結構唐突感のある映像が登場します。まあ、ネタバレになるのであまり話しませんけど、このフェリオサっていう作品、実は怒りのデスロードの底に流れているこのフェミニズムとともにそのエコロジカルな視点ですね、これがより明確になってますね。それがまあかすかな希望として、示させていました。ではここで1曲、マッドマックスフェリオサの、オリジナルサウンドトラックから The Darkest of Gods
もうバイク音がすごいので、お聞きください。三角山放送局、先月お知らせした、生成 AI で制作して毎日公開しているその幻想的な動画、天使マンダラですね。これ明日で50回になります。毎回さまざまな感想が届いてとっても嬉しいんですけども、まあ、一作品は2分間です。で、私のノートですとか YouTube で公開しているので、ぜひ、お時間のあとにご覧ください。で、今日これから午後2時からですね、5時まで、白石のまちづくりイベント広場で VR アートを楽しむ会主催の VR AR アート体験会開きます。曲に合わせて変化する VR アートの世界の中に入ったり、それから空中に自由に絵が描けるということで、楽しい時間、にしたいと思います。で、このまちづくりイベント広場、白石区複合庁舎の地下2階なんですよ。これは地下鉄の白石駅からつながってて、6番出口のところにありますので、すぐ分かると思います。で、これまで私たち楽しむ会、ノーマップスですとかジュニアプログラミングワールド、それから札幌アートステージなど、この大きなイベントに参加してきましたけど、これからはその、大きなイベントに参加するだけじゃなくて、なんかこう定期的にこう地域に根ざしたイベントを、続けていきたいというふうに思ってます。で、歴史的な建造物の豊平館で この独自の、コンサートのイベントとともに、放課後とデイサービス施設なんかでの出張 VR アート体験会、これも続けていきます。で、今回のですね、白石のこのまちづくりイベント広場、結構広いところなんですけど、今回2月に学生 VR AR アート展というのをやりました。で、ここで、音楽と連動する VR アートの体験ができるようになったということで、楽しむ会が作った、曲に合わせてこう絵が実体的にリズム感に動くっていう、いわゆる VR アートの魅力がですね、さらに高まったっていう、そういう、ことなんですけど、一方ですね、やっぱり VR 空間で空中に自由に絵が描けるっていう体験もすごく魅力的で、落書きする楽しさっていうのも忘れたと思いますけど、これを思い出してもらいたいっていうふうに思います。やっぱりとにかく描く楽しさっていうものを思い出してもらいたいということが、ちょっと大きな今回のイベントの目的ですね。で、昨年の11月に誕生したVR アートのライブ制作を行う VR アーティストのチーム錦糸隊、この音楽水ライブパフォーマンスも行います。VR アートを楽しむ会っていうのは、つながることを大事にしているので、森の地下のネットワークであるキノコの錦糸隊のようにこう広がりながら、さまざまなものとつながる、で、多彩なつながりを生み出していくということで、錦糸隊の隊はですね、体じゃなくて少年隊なんかの隊なんですけど、で、こうライブ制作を通じてその音楽とかさまざまなものとつながっていこうという、で、楽しさを分かち合おうという活動をしています。で、本当にね、いろんな音楽とのさまざまなスタイルのコラボが続いてるんですけど、やっぱり変幻自在な錦糸隊っていうことがあって、いろんな試みをしています。で、実は VR アートを楽しむ会の新しい試み、取り組みですね、今日の白石の会場で初めて、行います。イベント会場で、バルーンアートの制作配布を始めます。で、楽しむ会、変幻自在なキノコとかクラゲをテーマにして、そういう作品なんかを紹介して多くの人たちに体験してもらってもいいですけど、それから今話したように、その錦糸隊自身の活動も変幻自在ということで、このバルーン、風船もですね、実は変幻自在なんですよね。いろんなものに変わる、VR AR アートとバルーンアートのそういう新しい関係を始めたいと思います。で、できたバルーンアートは子どもたちにプレゼントします。で、この私たちの楽しむ会の初めてのイベントを2022年の10月に、地下穂で、VR アートサイということで、お祭りのような
会場を作った時にも実はバルーンアートたくさん飾りました。で、あの私たちとバルーンとのつながりって結構最初からあったんで、また新しいバルーンとのつながりを作っていこうということです。で、まだね、あの楽しみ会としてはバルーンアート制作始めたばかりなんで、出来はまあいまいちなんですけど、まあどんどんバルーンアートの可能性を広げていきたいというふうに思っていて、これね、あの難しそうなんですけど、いろいろコツをつかめば子供でも風船が割れることなくいろんなものが作れるんですよ。だからこの風船、まあ、いわゆるバルーンアートの魅力っていうものもね、伝えていきたいというふうに思ってます。で、あの風船って自由にどこでも飛んでいくし、まあ、いわゆる飛行船になったり、あるいは熱気球で通信手段になったりとか、いろんな可能性があります。で、まあ、私たち割れることもあるんですけど、でもその割れるたびに何か新しさがあって世界が新しくなるというふうに思っています。はい、ではここで一曲、このバルーンアートですね、あの楽しみ会はですね、バルーンアートを新しい彫刻だというふうに思ってるんです。でそういうことで歌詞を書いて音楽のジャンルを記述して、で生成 AI のスノーが作曲して歌ってます。でスノーはですね、今は4分間の曲が作れるようになったので、かなり、最後まで自然な曲になってますね。ということで、このバルーンアートの歌ですね。手の中で生まれる魔法の世界、お聴きください。手の中で生まれる楽しい魔法の世界、色とりどりの風船はさまざまに形を変える。曲げてひねって作り出す愛。
山放送局。明日23日本郷新記念札幌彫刻美術館、サンクスデーが開かれます、午前10時から午後5時まで、普段有料の展示会がですね無料で、鑑賞できるということで、本館で開いている京新、本郷新と北海道の現代アーティスト、それから、記念館で開かれている、コレクション展2024-2025が無料です。本郷新、1905年12月に札幌で生まれています。彫刻の社会性とか公共性を重視して野外彫刻の制作に力を入れました。で、制作した野外彫刻、全国80カ所ぐらいにありますね。で、1950年に、この本郷新が初めて作った野外彫刻の渚のヴィーナス、上野駅前に置かれたんですけど、公共の場に、設置された日本初の、ラフ像と言われています。本郷新はですね、社会性だけをこう彫刻に求めたんじゃないんですよ。1942年に出版された彫刻の美っていう本、この中で、こう言ってます。彫刻は決して思想を表すための道具ではない。彫刻はその中に思想も生活も感情も技術も好みも計画も偶然をも含んだもっと大きなもので、この宇宙のも持っているあらゆる要素をその中に集めている芸術であるというふうに強調します。札幌彫刻美術館、本郷新が亡くなった翌年の1981年に6月に開館してるんですけど、これ宮の森の住宅街の中にあるんですよ。で、この階のアトリエを改造して美術館にしたんですけど、2階の窓から見る眺望はすごいですよ札幌市街ので。本郷新の彫刻とか絵画なんかをですね1800点余り所蔵しています。で、1981年9月にはですね、札幌彫刻美術館の友の会が発足して各種の彫刻を鑑賞する彫刻巡りを始めています。で、現在は、大通公園とかいろんなところにあるその野外彫刻のね清掃とか保全解説なんかを定期的に行っているという、ボランティア団体です。これ私も、会員として参加しています。で、2023年の3月にですね、友の会が初めて出版した、ブラリ札幌彫刻巡りっていう、 こう写真付きの野外彫刻を解説した冊子があるんですよ。これ北海道医療新聞社が発行している暮らしと健康の月刊誌ケアに2018年から21年まで24回にわたって連載した札幌野外彫刻マップをもとに作ったんですけど、90ページのコンパクトなサイズでこう持ち歩きながらね野外彫刻を散策できるっていう本で、表紙にあるのがね、金本ホールの前にある白いコンクリートの希望という像です。今歩兵館中島公園に移りましたけど、かつて歩兵館があった場所に置かれています。で、楽しみ会この冊子をもとに野外彫刻と AR アートのコラボツアーをこの夏行います。で、その第一弾が明日のサンクスデーで行う彫刻館の庭にある彫刻との AR アートのコラボですね。で、楽しみ会のメンバーの作品のほか、東志子さんの AR アートの作品を使って行います。他の方々の邪魔にならないように十分に気をつけながら、コラボしていきますけども、この東志子さんの素敵な、作品実は AR の額縁なんですよ。で、額縁はですね、美しい鳴き声で知られている、鳥の、ノゴマと、そこで北海道特産のハスカップが色取られています。だから、庭に置いた感じになると彫刻とマッチして額縁の中に彫刻が収まるっていう、でそこに参加者も加わって記念撮影できるっていう、そういう趣向ですね。この東翔子さん、それから私たちの楽しみ会のメンバーの作品、フライヤーにまとめて写真と QR コードを載せてます。で、スマホなどで QR コードをこう読み出してもらうと AR アートが立体的に再現できる。で、このフライヤー明日の午後2時ぐらいから美術館の窓口に、置いていただく予定です。で、野外彫刻と AR アートのコラボ、地域に対してこの重さを持ったリアルな彫刻と重さのないバーチャルな彫刻のコラボですね。これ両方の魅力がなんか相乗効果を生み出すんじゃないかというふうに、期待しています。で、先に紹介したバルーンアートはほとんど重さのないリアルな彫刻ということで、
野外彫刻とエアルアートとバルーンアートという3種の、彫刻のコラボというものにも、これから挑戦していきたいなというふうに思っています。はい、ドイツの、芸術家のヨーゼフ・ボイス、彼はですね、この社会彫刻という新しい芸術の概念を出しました。創造性を発揮する行為っていうものを全て芸術っていうふうに捉えて、あらゆる人間は自らの創造性によって社会の幸福に寄与し得る、すなわち誰でも未来に向かって社会を彫刻し得るししなければならないというふうに、主張してるんですね。結構この、芸術概念の拡張っていうのは多くのアーティストに影響を与えたと思いますけど、社会彫刻ですね。で、楽しむ会はですね、こう少し別な角度からこの彫刻の、可能性っていうものを、探っていきたいというふうに思っています。で、明日 の、 その彫刻美術館の庭で、ね、野外彫刻とエアラットのコラボっていうのは、まあ、その第一歩ということに考えています。まあ、明日友の会が実は洗う味わうっていうふうに、その庭の彫刻をこう清掃する作業があるんで、それが終わったらそこで記念撮影なんかをしたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、その他にもですね、いろいろ本郷新関係の映像が、館長の解説付きで上映されたり、それから展示会のチラシで作ったミニバッグ作りとかいろんな楽しい試みがあります。だからまあこのちょっと宮の森でちょっと坂を上がっていかなきゃいけないんですけど、この機会にですね、ぜひ彫刻美術館の魅力に出会ってほしいと思います。ではここで一曲、まあ、楽しみ会がさっき言ったように歌詞を書いて、それから生成 AI が、まあ、曲をつけるっていう感じで、作った曲です。世界を彫刻しよう、お聴きください。
それではこれからの放送予定お知らせします。11時台飯塚優子さん加入隊、12時台ピーネッツサウンドシャッフル、13時台大平真由美さん、佐藤美久さん、 ASS のターゴと、10時台札幌チャレンジとサッチャレラジオ通信、15時台藤沢健太さん、スポーツデータベース、16時台丸山哲修さん、先生神宮、17時台大山俊介さん、復活北海道、9時から16時台各番組それぞれ9時間後に再放送でもお楽しみいただけます。私の番組は午後7時から再放送の予定です。ということでもう時間が来てしまいました。次回は4月27日土曜日午前10時からの予定です。来月も素敵なイベント情報をお届けします。それでは、午後2時から白石区役所の地下イベント広場でお会いしましょう。地下鉄の白石駅の6番出口からすぐです。ということでこの週末も良い映画、良いアニメ、そして良いバーチャルリアリティに出会ってください。ではまた。